小さなコツの専門家野沢拓夫さんがお届けする一生を変えるほんの小さなコツこのコーナーでは野沢さんがお書きになった素敵な本の中から毎週1話ずつ朗読と対談でお届けしています今週はこんな素敵なお話です「小さなコツナンバー34」できることなのにできないと言ってませんかある日 僕の家に片腕だけで荷物を運んできてくれた笑顔の運送屋さんがいました運送屋さんにとって荷物を運ぶ手はすごく大切だから仕事を始めた時は手に障害はなかったことが想像できるこの運送屋さんは片腕を失っても仕事を諦めなかったんだろうなそんなことを考えると胸が熱くなりました 作曲家のベートーベンも耳が聞こえなくなっても諦めなかった音が聞こえなくなっていく作曲家にとってはまさに致命的どれだけの不安と恐怖を乗り越えたのだろう世の中にはやりたいことを諦めなかった人がたくさんいるでも僕はできることでもできないと言っていないかなと考えましたできない理由はたくさん見つかる ででもできない理由探ししばかりりていいいる人にはななたくないいつもどんな時でもできる理由を見つける天才になりたいな小さなコツナンバー34できることなのにできないと言っていませんかその答えはできるる理由を探し続けるいかがでしょうかこれも素敵なお話ですよね早速ご紹介したいと思います 野沢さん、こんにちは。こんにちは。この運送屋さん、素敵ですね。そうですね。運ぶのに、ご不自由な感じではなかったんですか。そうですね。でも、まあ、本人は、まあ、淡々とというですかね。お仕事として、前向きに。 いろんなことを乗り越えられたんだろうなというふうふに思いますよね、えー、でも、本当にできないっていうふうなことこれは本当も自分自身に当てはめてやっぱ考えられるなというのはその時思いましてできないっていうのは楽なんですで,できないっていうとあのすごいそこであの止まってしまうものがあるんですね、えー、それがあの思考なんですよねもうそれ以上先の考えにわかります。 もう自分でできないと宣言してしまった瞬間に何かが終わってしまう感じがあるんですよね頭はそれ以上先を考えてくれないので、はい、まあ僕が、ね、やっぱりその最初そのできないということを自分の中で出てきたら、えー、あできないと自分で言ったらここで思考が止まるなっていうふうふにちゃんと思ってです、ね、でどうしたらできる,らできるだろうというのを。 自分に質問してあげるようになったんですよね、どうしたらできるんだろうって自分に質問すると、頭考えなきゃいけなくなるので、もうちょっと待ってくれって、今までできないと思わせるで、終わらせてたじゃないかって言うんでね、頭はなんか、ちえネスみたいにね、最初痛くなるんですけど、痛くなるんですかでな,なったんですね、自分が、<laughs> もうできないっていうのがもう常習犯だったので。 そうかで,できないというのはまた楽なんですねあの、自分のプライドが守られるんですよね、こんなものはできないものをやるんだから、俺様ができないのは当然だよみたいな感じで、なるほど、うん、その感じもちょっとわかります、そうでもうプライドが邪魔してたんですね、えー、できない、できないとい,いうと乗り越えなくてもいいですし、楽ちんです、だからすぐ流れちゃうんですね、ほ、うん、っとけばそっちに流れるんですよね。そか、はいうん で,できないできないって言ってると今度できない友達ができていくるんですね <laughs> ああ国のせいだ地て治のせいだもう環境のせいだお金がないからだっ,つって何らかのせいにしてる仲間ができてでってです、ねうん、そんなネガティブパワーは居酒屋パッとめくったらそんなもんいっぱいあるわけですよね <laughs> そういう人たちがだけどできるっていうのは乗り越えなきゃいけないもんですからね、はい、非常に大変なんですねあのちょっとあの私の知り合いで、ええ、あの27歳の時に脳一血でですね はい、右半身麻痺になった友人がいるんですけどそれは大変そうでも彼前向きなんですよね。 その右半身動かなくなって、その時にまあ最初は落ち込んだらしいんですけど、病室で隣になった人が、ですね奥さんが、その人の旦那さんが全身麻痺だったらしいんですね、言われたのが、あなたはいいわね、左半身が動いてって、あ右半身が動いてって言われて、それ、もう何も言い返さなくなっちゃいますよね。自分は動かない、右ばっかり、左ばっかり見てたんだなっていうので、彼は今、震災の時なんかも、ですね200通ぐらい手紙を書いて、企業を動かして。 今僕はペットボトルの水を一人で開けることもできないけど健常の時よりたくさんのことができるっていう風にっかっこいい <laughs>、うん、そういうかっこよさを身につけられたらいいですね、はい、そうですね。あ、私もちょっと反省しますいえいえこ <laughs> のままでいてください <laughs> いえいえいえ、はい、頑張りましょう、はい、今日もありがとうございましたまた。来週よろしくお願いします,お願いします